ガールスケーリング応援チャンネル、ご視聴ありがとうございます。モロヘイヤ三上と申します。今回は競輪界のアッコさん、小坂智子選手の魅力を紹介させていただきます。まず小坂智子選手のプロフィールなのですが、1985年10月13日生まれ、岐阜県出身、競輪学校の104期生になります。小坂智子選手は小学校から大学院まで陸上競技に取り組んでまして、大学院修了後は岐阜県立飛騨特別支援学校の講師となり、その傍ら三段跳びの選手としても活躍してました。ガールズ競輪を知るきっかけは、同僚の食事会に自転車で向かっていた途中、坂道でチェーンが外れてしまったため、近くの自転車屋さんに駆け込んだんですね。その自転車屋さんの店主が、ガールズ競輪募集のパンフレットを渡してくれて、ガールズ競輪を知り、後に競輪学校に入学しています。きっかけっていうのは本当突然来るんですね。それではここで、小坂智子選手の一押しレース。2022年2月4日に高松競輪場で行われた、L 級ガールズ予選2日目の映像を見ていただければと思います。注目ポイントは、一度2番手になってしまってからの最後の最後の差し切りです。それではどうぞ。この後ろ直で行こうという感じで7番国村みどり、初手は大外枠だったんですが、うまく石井の後ろに入っていきました。そして5番の鈴木彩香、現在は一番後ろだったんですが、車を上げまして、さあ今の石井の後ろ、直で勝負しようというんでしょうか、追い上げてきました。ジャメの2コーナーからバックに入っていきます。先頭6の小坂智子、例によって誘導との距離を取って、今誘導が外れました。6番の小坂、そのまま前々勝負です。4番の伊藤香織が直で2番手、2番の石井貴子は射程圏で3番手。ジャンの4コーナーから最終周回に入っていきます。内々行って1番の堀江が3番手、2番の石井の後ろはちょっとまだもつれています。レーサー最終周回、ここで2番の石井貴子踏み上げていました。先頭は6番の小坂智子、前々に動きますが、2番の石井貴子が叩き切って先行体制、飛びついて6番の小坂智子は2番手。さあ5番の鈴木彩香、この3番手を取りました。7番の国村みどり4番手。さあ点数上位の4人で先頭から4番手、3コーナーから4コーナーです。さあ逃げる2番の石井貴子、踏ん張れるか、後ろを飛びついて6番の小坂智子の4コーナーから直線です。先頭にいました石井貴子、後ろ飛びついて6番の小坂が差し切ったか、6番小坂が2番の石井も踏ん張っています。はい、というわけでございまして、あの流れだとそのまま石井貴子選手が1着に流れ込むのかなと思ったんですけれども、最後に執念の差し返し、めちゃくちゃかっこよかったです。それではここで小坂智子選手の魅力を数ある中から2つに絞って紹介させていただきます。まず魅力1つ目、あはは。小坂智子選手、ツイッターでつぶやくとき、最後に、あははってつけることが結構多いんですね。このあははが僕、めちゃくちゃほがらかで大好きなんですよ。なんか内容的にちょっと辛そうなツイートなのかなと思っても、この最後のあははがあることによって、ああ、小坂選手は明るく前を向いて吹き飛ばそうとしてるんだっていう感じがして、すごく好きです。きっと夜にお酒を飲みながら、楽しく笑いながらツイートしてるんだろうなっていうのが想像できます。もし小坂選手がなんか夜の居酒屋とかでおかみさんでいたら、めちゃくちゃ店盛り上がるんでしょうね。ちなみに小坂選手、ツイッターの名前が小坂智子ではなく、アッコなんですけれども、これは高校生の頃からのあだ名で、足のサイズが27センチとちょっと大きいため、アッコというあだ名がついているそうです。そして魅力2つ目、ダンスが可愛い。小坂智子選手、ギフちゃん公式チャンネルという YouTube チャンネルで、宮地ねね選手と2人でギフちゃんダンスというものを踊ってるんですけれども、これがまあ可愛いんですよ。普段インタビューでなハキハキ答えてる感じとか、ツイッターの感じとのギャップがめちゃくちゃ魅力的です。で、見どころはダンスだけではなく、ダンスが終わった後に小坂智子選手がガールズ競輪で検索って言ってまして、その後にウフフって笑ってるんですよ。このウフフがもう僕は最高でした。もうアハハだけでなく、ウフフもいいんだなと思って。概要欄に該当の動画のリンクを貼らさせていただきましたので、ぜひそちらもご覧くださいませ。また小坂智子選手は2021年の春からガールズ競輪選手を目指すアマチュアの女子選手を弟子に取り、指導者としても活躍しています。選手として、そして指導者としても活躍する小坂智子選手、これからも応援させていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。
今回のガールズ競輪応援チャンネルでございました。